こんにちは、ひろちゃんです。今日は土曜のうなぎを食べる日です。息子がお昼にうなぎのお弁当を買ってきてくれましたので、今からちょっといただきたいと思います。こちらがうなぎのお弁当です。鹿児島県産のうなぎかば焼きって書いてます。いただきます。まずお茶。はい、それではいただきます。うなぎは好きやね。子供の時からずっと食べちゅう。家で焼いて食べた。いただきます。おいしい。やっぱりうなぎは美味しいです。いつ食べても。土曜のうちの日は畑仕事は休みませんかっていうコメントをいただいたことがありますが、私はまあ土曜のうちの日ということは夏の暑い日になるので休んだ方がいいですよっていうことでコメントいただいたと思うんですが、暑い時はお昼寝をして朝という方は畑にいます。空調服がなかったらなかなか無理ですけども、空調服も去年買ってもらったし、お正月も私は畑に行きますので、土曜の丑の日ももちろん畑が気になって、寝てても気になって気になってしょうがないですので、すぐ飛び出します。困った性分です。でも今日もこのうなぎを食べて元気もりもりに畑をしていきたいと思っています。こんな暑い時ですので、皆様も暑いこの夏を乗り切って楽しく畑仕事をしましょう。私も畑を頑張りたいと思います。ありがとうございました。2個。